え、なんですか？仕上がりが良さそう。あ、いいですよ。めちゃくちゃいいですよ。いつも通りですね。あ、まあ、いつもの通りっていうといつも負けちゃうんで、あんまいつもの通りっていう感じじゃないんですけど、はい、あ、まあ、最近調子いいんで練習してるんで全然問題ないですね。はい、あ、まあ、疲れ超溜まってますけど、ここから抜いてって感じですね。はい、あ、久々のゲバの、そうですよね。まあやっと来たかって感じですよね。なんか久々の K1 っていうと、なんか俺が久々 K1 干されてたみたいな感じになってますけど、そういうわけじゃないんで、そこら辺はちょっと皆さん分かってると思うんですけど、K1 が久々なんですかね。僕木戸が K1 久々じゃないですかね。そこのところちょっとよろしくお願いします。はい、なんか変わんないですね。あのずっと出てるあの谷山主催の、ビッグバンとかでも、まあ、変わんないですね。まあ、会場がでかいですけど、まあ、やることは一緒なんで、はい、あと戦う回数が多いかなぐらいで、はい、3試合やるよと。そうですね、まあ正直考えてないですね。うん、毎年いつもそのここ考えちゃうとなんかあんまりうまくいかないんで、はい、考えないでやった2009年2010年もうまいこと言ってないですけど結局あんまうまくいってないんですけどね。まあ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 いいです。あんま考えない方がいいですね、先のことは。うん、一戦一戦目の前の試合をこう見た方が結果いいことになることが多いんで、うん、そうですね。そうですね、前回の試合とか見てるんですけど、まあ、今勢いありますよね、若いですし、うん、もちろんそんな楽に勝てる相手ではないともちろん思ってますし、うん、まあ強いと思います、普通に。はい、向こうももちろん軌道なんてぐらいで思ってると思うんで、はい、そこら辺はちょっとベテランの実力をちょっと見せてやろうかなと思いますね。気づいたらベテランですからね、俺も。そうなんですよ、クラウスの次のおっさん俺ですからね。ダメだ、日本人一番おっさんだ俺。立ち技の方でも世代交代がついたりとかしますけど、はい、そういったものが意識されてます。まあ、世代交代っていうのは意識というよりも、なんか一緒にこうキックの時に頑張ってたこう人たちがみんなこう引退していく感じはちょっと寂しさありますよね。はい、まあ、佐藤さんみたいに早く引退してくれと思う人もいるんですけど、はい、あ、昨日ツイッターで佐藤さんもう70やんねえって言ってましたね。見ました、ツイッター見ました。もう70やんないって言ってました。ミドル級でやるって言ってました。だからもうキドピッチとは当たらないから仲良くしてやろうかっていうつぶやきがありました。はい、佐藤よしえろって入れたら帰ってこなかったです。若い人はついてますけど、はい、そうですね、まあ、やっぱりその僕特に爆発力でいくタイプじゃないんで、もともとそのなんだろう、こう戦略とかそういうことをこう練ってやるタイプではあるんで、だから多分30近づくと伸びるタイプだと思うんですよ、僕は。自分でそう思ってるんですけど、なんでまあそこら辺の若さは出さないですけど、なんだろう、そのうまさとかそういったところで勝ちたいですよね、人生観とかそういうところで。負けないですよ、若い子たちには。僕の人生観には、はい、人生経験も負けないです。人生経験も負けないです。もね、え、今どんな人生観を持ちますか。僕はもうだから野望しかないですよね、はい。まあ、六本木ヒルズに住もうねってこうジムの俊太ってやつでずっと一緒に行ってたんですけど、こう試合会場にディファに行くときにこう見えるじゃないですか、首都高からこう俺らあそこ住もうぜとか言ってたんですけど、まあ、最近ちょっと六本木ヒルズ調子悪いんでちょっとミッドタウンにしようかなと思ったんですけど、はあ、まあ、そうですね、ミッドタウンには住むと思います、きっと。なんかして、うん、はい、捕まらない程度に、はい。もし今強くなってるっていうのは実感してるか。いや、もうめちゃくちゃしてますね。強くなってます、やっぱり。まだ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 若いですよ、俺も。まだ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 本当伸びてますね、うん、びっくりしますよ、本当に。あ、俺まだこんなことできんだみたいな、そういうのすげえあるんで、うん、まあ、多分もうみんな軌道でしょ、安牌でしょぐらいな感じで多分若いやつら多分言ってると思うんですよ。え、くじ引きしてないですけどね、健太君あたり、しゃ軌道だって言ってると思うんですよ多分。ふざけんなよと。
軌道ありだということをちょっと、はい、分からしたいですね。キム・ヘンド選手はあの、まあ、インタビューで、はい、キム選手が日本で一番になれない理由は分かっているから、はい、解けばいいと言いました。え、なんすかそれ、教えてほしいんですけど言えないってことですけど何それ、まあ、強い選手ですけど一番になれてない選手でその理由は分かっているから。それちょっと言わないとずるくないですかそれ。舐めてんな。はい、慣れますよ僕は。なってますからね、一回。一回なってますから。なったものが言えるんです。勝ったものが笑えるんで。はい。そういうことです。勝ったやつが笑えるんです最後は。いや俺ってまだこんなことできんだ。ああはい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 。あでもその細かい技とかですよね。ちょっと。まあまあちょっとこれちょっと試合にはかなり出すんで言えないんですけど、こういう技って俺あんまできないんだなと思ってたところとかあったんですよ。まあ正直捨ててた部分ではあったんですけど、それをちょっと改めてこう頑張ってみたら結構意外とあの身について、でもう出せるようになったんですよね。そういったところがすごい伸びてるなって思ったんですよね。うん、その内容はちょっと本当に多分試合で多分分かると思うんで、はい、思考にちょっと柔軟性が出てきた。そうですね、やっぱまあ落ち着いたんでしょうねきっと、うん、22、3の頃よりもちょっと落ち着いて見れるようになったんでしょうねきっと周りを、うん、試合の時でもこう落ち着いて見て、うん、そうですね、若い子たちがこうはしゃいでるのを見て、まあ、一緒にはしゃいでますけど、まあそんな感じですよよくあるんですけど、はい、バーのイベントに行って、はい、そこでまあスタートして帰ってきて、その辺でこう何か精神的に成長したことがありますか。そうですね、まあ、やっぱりその4戦、今その7月から4戦出て全部メインでやらせてもらってるんですけど、やっぱりこう自分が勝たなきゃダメだなっていうすげえプレッシャーがかなりあったんで、やっぱ勝たなきゃ、メインでやらせてもらってるにはやっぱ勝たなきゃいけないっていうプレッシャーの中、まあ、4連勝できたんで、もうそこはかなりのプラスになってますよね。勝ち癖っていうかやっぱすごいすごい重要だと思うん で、俺5連勝しかしたことないんですよ今まで。5連勝3回したことあるんですけど6連勝1回もないんですよ。だから次勝って決勝まで行けば初の6連勝なんで、ちょっとまあそこで、7連勝までちょっとやってみたいですね。やったことないんで。え、皆さんの予想誰ですか、優勝予想。クラウスですか。うわー、クラウスですか。みんなクラウスか。まあクラウスでしょうね。まあ、俺もクラウスって言うもん絶対。もうでしょうね。でもだからもうこれ多分日本人のみんな何ですか、このクラウスの外国人だけは絶対に優勝させたくないとか多分見て言ってると思うんですよ多分みんな。多分1回戦で負けたやつみんな絶対クラウス優勝しろって言うと思います。思いますよ絶対に。確実にクラウス優勝しろって。日本人のスター出るなってみんな言うと思います。まあ、俺も多分思いますからね、うん、俺1回戦負けたらもうめっちゃクラウス応援しますから。セコンドついてるかもしれないから、うん、自分で決勝で当たりたい。まあそうですね、自分が決勝に出る場合は自分を応援しますけど、もちろん俺以外がクラウスやったらもうめっちゃクラウス応援します。自分はやっぱりライバル意識は日本人同士。いやありますよやっぱり。日本人目立ったらやっぱ嫌じゃないですか。まあクラウスならまあいっかみたいなところあるじゃないですかやっぱり。まあ、そこはちょっとね、ちょっと汚い部分ですよね、人間の、それドロドロした部分、まあ多分言ってるの俺だけだと思うんですけど、これまあみんな多分絶対思ってると思うんですよ。そこちょっとみんなちょっと突っ込んであげてください。ちょっとあんじゃないのって言ってみたら絶対ありますからね、そういう黒い部分ね、はい、生きてらっしゃる、控えたいぐらい。そうじゃないでも強くなれないですよ、絶対、はい、谷川さんの解説もあんまり不満があるけどね。いや、谷川さんだもうなんか間違ってること言うんですもん、たまに。いや聞いてますね、木戸選手、今聞きましたねとか言うじゃないですか。いや、聞いてないと。腕聞いてないよって。いや、今の目俺聞きましたねとか言うじゃないですか。聞いてないんだよって。そこじゃねえ、そこじゃねえ。聞いてるのここだよって思うんですけど。え、目痛がりましたねとか言うんじゃないですか。違うって。聞いて、まず聞いて。痛いの痛いのって聞いてって欲しいですよ。試合中に。痛いですかって。はい。谷川さんのあれ解説聞こえるんですか。いや、じゃあそのオンエアとか見て、オンエアとか見て、まあ、たまに聞こえますよ本当に。
え、ダメですねとか聞こえるんですよ。うん、じゃあオンエアでダメですねって言っちゃダメでしょうか、ね、俺はまあ思ってるんですけど、まあまあそこはまあまあまあ置いといて、言いたくない時にちょっと言わないでほしいなっていうのはありますよね。今年もし解説されるのはどんな風に解説してほしいのか。いやだからもう、あ、木戸選手ローバチンってもらってもロー聞いてないですねってずっと言ってほしい。絶対聞いてないですよあれはって。パンチ聞いてないですね。わざわざ言うなって話ですよね。試合中って冷静な部分もあるんですか。いやまあそうですね、冷静な時は冷静ですよ。だからその周りの声聞こえてる時はやっぱちょっと冷静ですよね。セコンドの声とか超聞こえてる時とか、ダウン結構僕取ること多いんですけど、ダウン取った後セコンドの顔見てる時の俺は落ち着いてます。だいたいセコンドの顔見てない時は僕もう飛んでます。完全にイケイケになっちゃってます。それダメなんですけどね。これ先ほどミッドタウンに住むと、はい、はいはい、やっぱ格闘技でビッグになって、はい、いやまあ格闘技は無理でしょうね。そうですよね。なんかやってるかもしれないです。俺も IT 系のなんか、なんかやってるかもしれないですよ。そのうちどうします、そっちで有名になって。そういうの好きなんですよ俺。オレオレとかやらないですよ。そういうのはやらないですけど、そういうのはやらないですけど、なんかそういうのなんかもう好きなんですよね。そういうのちょっと儲けようかなと思って。金好きですか。あ、そうですよ。ミッドタウン住みたくないですか。だって住みたいですよね。そういうことです。ありがとうございます。はい、ちなみに選手の今運命なファンで見てたんで、はい、ああ、はいはい、キャラ食われてるみたいな。キャラ食われてるとかじゃなくて、いや、じゃあ本当にブーメランパンツとかで試合会場、この間クラッシュの時とか、なんかもう試合の時に会場に流れてるじゃないですか。なんかケツ出して、いやもう正直これちょっとマジ笑えなくて、神聖な試合のリングで何ケツを披露してんだとね。これ本当、いやこれ本当舐めてますよマジで。これ本当俺怒ってますよマジで。インパクトやつとやっぱ持っていかれるんじゃない。いやいや、笑いとかそういうことじゃなくて、いや笑いとか本当そういうのいらないんです。じゃあ本当リングの上で、リングの前とかでね、こうケツ出したりとかするのとかもう本当ありえないと思いませんか。もうないんですよ本当に。でも本当すげえ怒ってますそれは。はい、でも本当もうそれがこう題材になること自体もちょっと俺はもうムカついてますし、本当ふざけんなと思ってますよ。だから本当もうちゃんとこういう質問本当いいですし、でも本当これもういいです。もうとりあえずこれ終わりで、ちょ本当終わりです。